わがままハイスペック。はい、どうもザワと申します。ミヒロルート続きからやっていきましょう。ちょっと2日ほど空いちゃったんですけど、あの魔界の方にルーラで行ってたんでね、ちょっと戻ってこれなくなっちゃって。続きから始めます。はい、バッチリ可愛いよね。あー、デート会でまだ例のシーンもね来てないというところなんですけど、まあ今回来るでしょね、なんか来そうな感じするから、ちょっと楽しみにしつつ、まあデートも楽しみにしつつ見ていきましょう。髪の毛も綺麗に整えたし、準備は OK。 あとは約束の時間を待つばかり。先輩、もうすぐ来るかな。待ちきれない。先輩と一緒にいる時間はあんなにも早く過ぎちゃうのに、待ってる時間はすごく長い。ちょっと落ち着かなきゃ。今日は頑張るって決めたんだから。もう一度鏡と向き合う。念入りに笑顔をチェックして気合を入れ直す。うわー、こういうのさ、もうほんとムービーで見たい。絶対いいよね。頑張れ私。大丈夫、先輩はきっと受け止めてくれるから。女の子として一世一代の大勝負、大勝負か。先輩のためなら私。おー、あとはコウキくん、男を見せなきゃ。あー、約束の日曜日、さあもう決戦の日よ。天気も快晴、絶好のデート日和というやつだ。よし、みひろにメールするか。10時50分、約束した時間まであと10分。そろそろみひろの準備も終わってるだろう。着いたぞ、出てきてくれ、と。簡単に内容のみで送信。話をするのは直接の方がいいし。え、あれ、サイさんとツバメさんだ。おぉ、二人揃って。みひろが出てくると思ったら、サイさんとツバメさんが出てきた。伝言にしても、二人で出てくる必要はないだろうし、なんだろう。どうも、おはようございます。コウキくん、おはよう。ごめんね、みひろちゃん、もう少し時間かかるみたいなのよ。おぉ、そうなんですか。あー、そうなんですか。大丈夫です。ここで待ってますから。みひろちゃんが来るまで、ちょっとお話ししない？何のお話かな。うん、いいですけど、何でしょう。思わず身構えてしまう。今度はどう突っ込んだ質問をしてくるつもりなのか。うちの店いつ継いでくれるのかしら。まあでもその話になっちゃうか、結局は。ほら、前に話したじゃないの、みひろちゃんと一緒にここを継いでくれるって話よ。そうね。あの話、本気なんですか。そうよ、冗談でお店を任せるわけないじゃないのね、えあなた。なんてこった、ツバメさん目がマジだ。まあでもそれは本気でしょう。あ、まあ、なんならみひろさんのね、もう亭主というか、もうこうきくんだったらまあいいんだろうみたいな。うん、なんかそんな感じだったもんね。もうこうきくんだったらまあ多分ね、ついでくれるだろうみたいな。サイさんの返答やいかに。まずは調理師免許取ってこい。戻りますね。サイさん、サイさんガチなんですよ、それは。もうもういいね、もう。全部ね、全部いろんな言葉をすっ飛ばして、まずは調理師免許取ってこい。これだから職人が肩ぎは言葉足らずで、二人とも本気だー。コウキ君にも秘伝の味を仕込んであげなくっちゃね。名前の刺繍を入れたコックコートも用意しておくわ。おいおいおい、マジじゃん。包丁は俺の若い頃に使ってたやつを譲ってやる。うん、なかなかいい技物だぞ。めっちゃ喋るやん。ちょ、待ってください、話が飛躍しすぎですって。どうしよう、断るにも言いづらい。二人ともめっちゃ期待した目してるし。ちょっとお母さん、先輩を困らせないで。ナイスタイミングだ、みひろ。今のみひろはいろんな意味で天使に見える。あらあら、もう来ちゃったの。先輩行きましょう、早く行かないと今日の予定が狂っちゃいます。わ、いいのか。いいんです、行ってきます。
行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。やばいな、ご利用してきたな。もうお母さんたら、ごめんなさい先輩、迷惑かけちゃって。いや、どうなんだろうね、そのみひろさんも継がせるのみたいな話してんだろうね、そのみひろさんにも、お母さんお父さんはどうするのよみたいな、お店は。はいいよ別に、みひろが助けてくれたから。お母さん最近ずっとあんな感じで、私もちょっと困ってるんです。いろいろ聞かれるのか。そうなんですよ、お弁当作ってる時もいろいろ口出ししてきて。そりゃしてくるでしょう。いいんじゃないか、俺はちょっと羨ましいよ。まあな、そういう親子関係を俺は知らない。まあその親子系の話に関してはもうトワさんルート見てください。だから仲のいい宮瀬家の様子を見るとそういう気持ちになる。あ、ごめんなさい、無神経でしたね。気にするなって、俺の両親にも感謝しなきゃいけないことはあるぞ。感謝ですか？どうして？俺とトワが家を出てなかったらみひろとも出会ってなかった。逆にな。そうですね、先輩が新庄に来てなかったら今こうして一緒にいられなかったんですよね。ま、それでもいつかみひろと出会ってやるけどな。そんで絶対に好きになる。もうどの世界線でもそれ言うよね、もう。本当にそれどの世界線でも、あのアーシェさんルートでも。うーん、また私が喜ぶことを言って。うん、みひろを照れさせるのはやっぱり楽しい。こういう関係になってから初めて知る自分の一面だ。それよりさ、今日のみひろ何かいつもと違うな。あ、わかります？なんだろう、雰囲気っていうか、なんか違う気がする。はい、惜しいです。そこで違いをビシッと言い当てられたら100点満点の彼氏さんなんですけど。まあそんなガチ彼氏さんだったら逆に引いちゃうんじゃないかさ、みひろさん。あ、髪の毛をちょっと切った。うー、外れです。女の子の変化イコール髪って思考が安直ですね。タモリさん並みだ。あ、髪切った。厳しいツッコミ。しかし髪の変化ではないとなると一気に難しくなったぞ。それじゃあ、わかった、リボンが微妙に違う。どうだ。ふぶー、不正解です。そこもいつも通りです。おお、あれ、今のはちょっと自信あったのに。もうダメじゃないのこれ。大丈夫かな、本気でわからん。降参ギブアップ。早くないですか、もっとよく見てくださいよ。本気でわかんないんだよ、どこか違うってのは間違いないと思うんだけど。まあ違いに気づいてくれただけでもよしとしましょう。お、まずな。リップを変えてみました。いつもより色っぽい感じしません？お、わかるわけねえよそれ。どうしてですか、私の顔ちゃんと見てくれてます？まあ誘ってるんですよ。このね、この前チュッチュした後にリップだからな。もうわかるだろ、コウキくん。下から覗き込むようにグイッと顔を近づけてくる。近い近いよみひろさん。 いきなりそんなに近づくなって。なんでダメなんですか、私はいつでも先輩の近くにいたいのに。そのキスしたくなるから。二人して真っ赤に茹で上がる。よし、じゃあ今日のデートは、そうだな、どっかホテル探してな。初めてのキスを経験したとは言ってもまだまだお互い初心者同士、恋人同士としての甘い雰囲気は刺激が強いのだ。先輩がしてくれるなら私いつでもいいんですよ。え？え、じゃねえ。今日は優しくてロマンチックなやつ期待しちゃいますね。はにかんだ笑顔でおねだり炸裂。女の子って強いな。そうよ、もうコウキくんも負けてられねえよ。ああ、こんなとこでね、人前で抱きつくだけじゃダメなんだよ、もう。なんかそれだと変態みたいになっちゃうけど。なあ、もうもっと先行かなきゃな。休日の駅前は人が多い。きっとデートの待ち合わせだろう。
時間と身なりを気にしながらキョロキョロしている女の子がいる。お互い頑張ろうぜ、名も知らぬ女子。つい先日までは羨ましいけしからんとか思ってたけど、今の俺は菩薩のように寛大な心で見守ることができる。愛ってやつは偉大だな。なんだ今女の子をじーっと見てました。よそ見は厳禁です。極刑です。極刑だって？違う、変な意味じゃないから。あの子もデートなんだろうなって思って見てただけ。それでも嫌です。それでも嫌なんだね。じゃあもうみひろさんしか見えないようなところに行こうか。じゃあね、ダメだな俺も今日は。怒った顔も可愛いじゃなくて、デート開始早々に機嫌を損ねられちゃった。損ねられちゃたまったもんじゃない。悪かったよ。本当にそんなつもりじゃないから安心しろって。分かってるんです。先輩のことは信じてますし、分かってるんですけど。不安にさせちゃダメだぞ。俺だけみひろは俺が好きってことだろ。ちょっと痛いくらい、むしろ嬉しいよ。先輩、実は痛いのが好きなんです。なんでだよ。なんでそうなったちゃうわ。冗談です。やきもちはほどほどにできるように頑張りますね。まったくこいつは照れたり怒ったりいたずらしたり忙しいやつだ。ところで先輩、一つ確認なんですけど。なんだ？今日は私の言うこと何でも聞いてくれるんですよね。何でもね。この前の埋め合わせだ。思いっきりわがまま言ってくれ。じゃあぜひ先輩と一緒に行きたいところがあるんです。どこだろう。なんだろうね。ここなんだ。みひろの希望でやってきたのはショッピングモール。買い物はデートの定番だし、ここはいろんな店も入ってるから楽しみも広がる。ここまではいいんだよ。なんで俺はこんなところにいるんだ。なるほどね。下着コーナーってことかな、これは。みひろが俺を連れてきたところはテナントのランジェリーショップ。男にとって禁断の園である。まあその彼女と一緒ならね、まだあれかもしれないけど、まあ確かにな、男にとっては禁断だな。だって今日は何でも言うこと聞いてくれるって約束じゃないですか。何でもね。ほらほら行きましょう。ビクビクしてると余計挙動不審に見られちゃいますよ。そう言われても結構きついって。ほら店の中に女の人しかいないし。私と一緒にいれば大丈夫ですから。まあな、任せてください。先輩のことは私が守ってみせます。やだ、この子かっこいい、キュンとしちゃうじゃないか。何なんだこれ。私の彼氏さんらしく堂々としてください。じゃあ堂々と Hなランジェリー選んでいいんですか。おう。手を引かれながら店内へ。視線が痛いよ。でもさ、傍から見たらさ、一緒にランジェリー選んでんのもう変態だよな。変態プレイ用みたいな感じになってるよな。うわ、ほら先輩、これなんてどうです。これなんてどうです。やばいなこれ。どうなんだろうね。ちゃんと選んでくださいよ。私どんなのが似合うと思います。どんなのって、目の前に広がる色とりどりの下着。こんなに複雑で細かいレース模様とか、熟練の職人ののみが作れる匠の技だろ。日本の技術半端ねえな。おい、これ大丈夫なのか。スケスケだぞ。何言ってるんですか、これくらい普通ですよ。そうなんだな。なんか女子の普通はよくわからん、このショーツとかの。いや生地もツルツルじゃん。ツルスケじゃねえの。ツルスケ、ツルスケ先輩、新しい王国を建国でもするんです。ツルスケ王国。いや興奮しちゃって、思わず王子様的な発言をしてしまった。王子様的。真面目に考えてください。私先輩の好みを知っておきたいんですから。好みったって、資料とかで画像検索したりすることもあるし、ラッキースケベでチラッと見えたりすると喜んじゃうけど。
ざみひろの姿で想像すると、やばい、反応してきた、まずい、まずいぞなんだその顔みひろさんの顔えぐぐへーなってる。まだだ、まだ前鏡にならなくても大丈夫だはず。どうにか落ち着いて平静を保つんだ。実際悩みの種なんですよ。え、な、なんで。私、おっぱい大きいじゃないですか。あー、サイズ問題な。まあ、よく、まあ、ロリ巨乳というかね、そのサイズ的にこう差が激しい人って結構難しいらしいね。そうだな、確かに大変ご立派なサイズだ。まあ、水着のね、あれも合うやつなかった扱いってね、え、あのアイスペロペロ舐めてまあゲットしてましたけど。サイズが大きいと可愛い下着ってなかなかないんですよ。あってもお高いですし。こちとら馴染みがあるのはトアの下着だけそれもそれであれだけど、洗濯するときに触れる機会がある程度の知識だ。あいつのサイズはお察しの通りだし、おい新しいのを買うときはネット通販。俺にはそのあたりの細かい事情が全然わからない。相場がよくわからんからな。どれどれ、値段を確認。え、マジで、え、てかどれぐらいすんの、こんなに高いの。え、なんかさ、数万とかすんのかな、普通にすんのか。ピンキリですが、大体こんなもんです。大体こんな、マジかよ、知らなかった。俺なんて2枚で1000円かっこ特価のパンツだぞ。うん、いや俺もそういや俺もそう、なんかボクサーとかね、あー、なんかそういう系のね、うん、なんかよく量販店とかで売ってるやつでも、まあ女子はね、そういうところ違うから。パンチラも大変結構ですが、スケブラやブラチラの方がコスト的には高いんですよ。コスト的に先輩の漫画でもパンチラ率が圧倒的ですよね。うん、もっとブラに対する意識を向上していただきたいですまさかのパンチラばっかり優遇してすいませんでした。ランジェリーショップでこんなダメ出しを受けるとはもう店員さんも、もう思いもよらねえだろうな、こんな。まあ話、ねえ、てかこれも知らないだろうけど。業界広しといえど、多分俺くらいだよ。いきなり選んでもらうのも難しいですかね。それなら、どっちがいいかを選ぶ選択方式でどうです？それなら、なんとかなりそうかもしれん。好きな方を選べばいいんだろ？はい、そうです。では、それでいきましょう。そうですね。では、これとこれ、どっちが好みです？面積ちっさ、これで完成品なの？え、なんか新しいの？同じやつですね。こういう形は初挑戦ですが、先輩が望むなら頑張っちゃいます。おお、これにどうやって収まるっていうのちっちゃすぎて。裏が大きい分、パンツがやたら小さく見える。こんなの収まりきらずにこぼれちゃうじゃないですか。こっちかな。なるほど、こっちを選ぶということは、先輩が私に求める系統は露出が多めのセクシー系ということですね。研究されてる、いい研究だ。冷静に分析すんなよ、想定外の恥ずかしめをしやがって。でもあれだよね、こんな会話して聞かれるだろう大丈夫かなまあまあ周りがね、こう喧騒があるから、まああれかもしれないけど、これだから頭のキレがいいやつは困る。ではこれとこっちではどうでしょう。勝手に想像が膨らむ。あと、その想像してる時のみひろさんの目もうやめて、そのこれあれか、これサムネか。もしこの下着をみひろがつけたら、あかん、これはあかんやつや。舞さんがあかんか、完全にエロい、エロ H以外の要素が見当たらない。みひろって体は小さくて童顔なのに、出るところは出てるから。うん、まあいわゆる、まあ、ロリ巨乳的なね。先輩どうしました？想像しちゃってるんです。うるしゃい、こっちだこっち。おお、この子強いですね。このまま勝ち抜けしちゃうかもです。まだ続くのか、もういいだろ。ダメですよ、形も大切ですけど色にもこだわらないと色
白や単色系の清純的な色の方がいいですか、うん、それとも濃いめの色っぽい系統が好みです？色っぽい系統がね。女の子の下に奥が深すぎる。こんだけ種類が豊富な理由も納得だよ。まあな、確かに。しかも今回に関してはもう研究されてるからな。先輩、パンツ漫画の作者さんにしては知識が浅くありません？パンツ漫画、お前すげえ失礼なくくり方しやがったな。漫画でも基本的に作画は全部会長任せだから、そこまで深く考えたことなんてない。これからはもう少し真面目にパンツと向き合うとしよう。うん、そうだな、それがいい。それにな、お前は一つ勘違いをしている。勘違い？何をです？確かに素材や形状も大切だ。綿で白という素朴なものもいいし、サテン生地でピンクというギャルっぽいものにも良さがある。だがな、男にとって最も大切なのはそこじゃないんだ。どうした？コキ？コキなんか調子に乗り始めてない？普段は隠してる。スカートの中という空間が見える瞬間、男はそこにカタルシスを感じるわけだ。ほう。見えない見えないみたいなね、悲劇をずっとこう味わってる中で、解放されるあのカタルシスね。もちろんパンツは見たい。おう。しかしもろに見えたり、浅いジーンズの腰からはみ出ているパンツの衝撃は半分以下に減衰する。風にめくれ上がったり、階段の下から不意にちらりと見えてしまった時、我々はこの上ない喜びを感じる。おう。女の子に意に反してスカートの中があらわになる瞬間に立ち会えた時、我々男性は生きてる喜びをかみしめるんだよ。うん、そうか。まあ、あんまりコメントはしておくことは控えるが、まあ、わからんでもない。要するに、大事なのはシチュエーションというわけだ。わかるか？先輩、私、ドン引きです。ドン引きですよね。うん、わかるよ。だから話すなと言っているのに。もう、こういう系は話さない方がもう花なんだから。なぜに？表現者として相当に的確な解説をしたはずなのに。いや、オタク特有のやつになってるのよ。パンツに人生かかってる男の言葉なんだぞ。しかし、なるほど、先輩の好み少しだけ理解しました。まあ、好みはめっちゃ理解しただろうね。そこを踏まえて最終選択といきましょう。そうですね、ではこれとこれでどうです？構図つけがたい。毎回これ出るな。みひろがつけているところを想像してみる。さあ、どっちだ？いや、ずいぶん迷ってますね。それが例のシーンのあれになるってことよな。見た目はどっちもありだと思うんだが。触ってみます？手触りも大切な判断基準の一つですよ。ではちょっと失礼して、恐る恐る指先で触れてみる。すると、なんとも滑らかで優しい肌触り。おこの滑るような触り心地。っていうか、ブラのカップがマジででかい。やや小さめのメロンならすっぽり入っちゃいそうなサイズ。相当でかいんだろうな、みひろさん。みひろのやつ、相当いいものをお持ちなんだな。まあ、そんないいものを持ってる人を彼女に持ってるというね。お前もいいものを持ってるよ。どうです？先輩、気に入ってくれました？妄想がはかどる。はかどりすぎて脳内が大変な事態に。そうだね。そしてそのまま、もうネタ出しして、もうはかどりまくると、そっちの方もね。脳内でこの下着をつけたみひろが大胆なポーズを。ゴホーン！コッキー？コッキー、おい、大丈夫か？2ラウンド2分58秒鼻血と共に崩れ落ち、俺は見事なノックアウト負けを喫した。 KO。 あー、楽しかったです。また来ましょうね。いやー、よかったです。研究もはかどったみたいで。もう勘弁してくれ。精神力はゴリゴリ削られて、どっと疲れが押し寄せる。まだ一つしか言うこと聞いてないのに、この消耗度合い正直辛い。もうだらしないですよ。男の子なんですから、もっと元気出してください。男の子だからこうなってるんだよ。
先輩にはちょっと刺激が強すぎましたか。可愛いですよ。後輩にここまで煽られるとは。そうだな。じゃあもうこれはいわゆるねえメスガキを分からせるみたいな感じか。先輩としても男としてもこれ以上は主導権を握られるわけにはいかない。次はバッチリ余裕を持ってミヒロの要望に応えてやらねばなるまい。それで次はどうするつもりなんだ。まだ買い物続けるか。その前にですね、お願いがあるんですけど。お願い、手繋いでもいいですか。もじもじと控えめに上目遣い。もさっきまで下着の話してた人とは思えないこの乙女度合い。さっきまで俺ね思えないくらいに塩らしい態度だ。なんだよ今更なお願いだな。だって今日手を繋いでくれませんでしたから、もしかしたら嫌なのかなって思いまして。そんなわけないだろ。朝からバタバタしちゃったからなんとなく機会がなかっただけだって言いながらミヒロの手を取る。本当ならデート開始とともに同時に手を取ってあげなきゃいけなかった。こういうところはまだまだ勉強不足だな俺。先輩の手大きくて安心しますね。男の子なんだなって実感します。ミヒロの手はちっちゃいな。柔らかくて気持ちいい。そうですか。子供みたいな手だからちょっと気にしているんですけど。なんで？可愛くて好きだぞ俺は。じゃあこのままでいいです。先輩に褒めてもらっちゃった。指を絡めたまま俺の腕を抱きかかえるミヒロ。谷間に腕が挟まれて柔らかいのが。大丈夫、これからおそらくだが君の息子も挟まれる。ほらミヒロ歩きにくいって。いいじゃないですか、このままゆっくり歩きましょう。ニコニコと上機嫌な笑顔。嬉しいんだけど恥ずかしい上に男の諸事情が大変危険な状況である。先輩。なんすか。なんでもないです、呼んでみただけですよ。うわっ。グニグニと変幻自在に形を変えて俺の腕を包むミヒロの膨らみ。そしてこちらも膨らんでいくと、ある意味拷問じゃないかこんなの。色即是空、煩悩退散。頭の中で念仏もどきを再生。平常心を保って真摯を貫くのだ鳴海幸喜。ねえ先輩、ちょっと休憩しません？私喉乾いてきちゃいました。おお、それはいい考えだな。ちょうどフードコートも目の前だし、二つ返事で快諾。そうだね、ちょっといろんな意味で休憩したいよねこれ。気持ちを落ち着ける時間が作れるし、願ってもない提案だ。じゃあ飲み物を買ってくるか、それともどこか店に入るか。私が買ってきますよ。先輩はどこか座れるところを確保しておいてもらえますか。でもいいのか。はい、私にお任せください。おお、分かった。メニューのチョイスはミヒロ隊員に任せる。了解です。では行ってくるであります。行ってくるであります。何買ってくんだろう。空いている席を見つけて一足先にちょっと休憩。デートするって大変だな。もう大変すぎだな。もう最初の時点で相当だったけどな。漫画で使うことが多いシチュエーションだし、今までは想像だけでネタ出しをしてきた。しかしいざ自分で経験してみると、想像だけじゃ描けなかった面がいろいろと見えてくる。あとはまあお父さんにね、調理師免許を取ってくるんだっつって早く取ってこいって言われたからな。まあそういうのもね、どこネタ出しの一つになるな。まあならんか。今まで大変な目に合わせてごめんな主人公。お前やお前や、俺らからしたらお前や。初めて苦労を分かち合えて、より深い気持ちで深い絆で結ばれた気がする。今度はもっとしっかり心理描写してやるからな。確かに深みが出そうだね。でも楽しくて仕方ないんだよな。ミヒロも楽しんでくれてるといいけど、その点は心配ないと思う。散々俺をいじって喜んでたし。しかしあっという間だな。時計を見てみると15時を回ってる。いつの間にかこんなにも時間が経ってたんだな。15時か。10時ぐらいに出てショッピングモールで来て、ああもう15時。先輩お待たせ
せしました。お、戻ってきたな。で、あれ？みひろが駆け寄ってくる。しかし手にはやたらとでかいサイズのドリンクが一つだけ。おーおお。一つだけ？みひろ、俺の分は？先輩の分はこれですよ。じゃあみひろの分は？私の分もこれです。回し飲みということですか？半分こってこと？おいおい、カップルっぽいじゃないか。みひろめ、憎いことをしてくれるぜ。はい、同時に半分こしましょう。あ、目の前に突きつけられる変わったデザインのスタおっと、飲み口が二股に分かれていて左右から同時に吸うことができるらしい。お前、これまさか。瞬間次の展開を想像して震え上がる。もしかしてラブコメ漫画でも今や化石のように扱われる伝説のあれを。そうだな、カップルストローってやつか。小さい頃に漫画で見たことがありまして、ああ憧れだったんですよこれ。マジかよ。それ何、わざわざ買ってきたの？あ、だから自分で買いに行ったな。おのれみひろ、どこまでも恥ずかしいやつめ。先輩はその恥ずかしいやつの彼氏なんですよ。うん、残念でしたね。全然残念じゃないと思うけどね。めちゃくちゃご機嫌にどやってやがる。そして今日の主導権は私にあるのですよ。ああ、つまり先輩に許されている選択肢は一つだけということです。やるしかないだろこれってことね。くんだった。おお、先輩どうぞどうぞ。そうだな、じゃあ今回ここまでということで。いいとこで切るでしょ。ちょっとね、ランジェリーのあれもあったから、まあ今回はね、この1万円のサムネは次回ということで、はい、一旦ここで切ろうかなと思いますということでね。いやでもめっちゃいいなー、何これ。うわ、こんなん売ってんの？あ、これ花か。あー、なるほどね。ストロー別にあれだよな。うわ、いいねー。めっちゃ、え、飲み物、こんなおしゃれな飲み物買ってきたんだ。すごいね。どういう、これ何味なんだろうな。はい、ということで、じゃあ次回そこら辺はお楽しみにということで、バイバイ。